はい、その少し前には、はい、はい、ちょっとマリンスタジアムのゴールバックステージの方も、これもなかなかすごいよ ね、まさかの二元同時方向、そうなんです、全チームのパフォーマーがそちらの駅前ステージの方にも、はい、球場の方にも登場するんですよ。すごいよね、いうことになってます、はい、まさかの展開です ね、なのでちょっと明日はお兄さんとお姉さんとちょっと分担しながら ね、はい、両方のステージを皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますので、本当にこの1年に1度の、ね、球宴、この幕張で開催されるというのがとってもね、私たちも楽しみなので、皆さんも一緒に盛り上がっていきましょう。はい、チケットない方は明日こちらのステージ、ね、ステージの方で、はい、そしてチケットがある方はぜひ明日ゆっくりとZOZOマリンスタジアムでのオールスターゲーム第2戦をお楽しみいただきたいと思います。はい、さあこのイベントを通してね、あの、はい、普段野球見たことないんだよねとか、あんまり野球知らないんだよねという方も、おちょっと野球面白そうだなとか、はい、今度行ってみようかなと思ってくれたら嬉しいですね。本当にそれが、はい、僕たちの願いですから ね、あの、先ほど関東5球団のチームのパフォーマンスもご覧いただきましたが、はい、あの野球場というのは試合はもちろんですけれども、試合以外にも皆さんに楽しんでいただけるイベントですとかね、パフォーマーが、たくさんいますので、ぜひとも皆さんこれからも球場に足を運んで、一緒にプロ野球をね楽しんでいっていただきたいなと思っております。すごくね、はい、横からねつまみちゃんが見てる、はいはい、つまみちゃんもうなんか家族のような気持ちになってきました。つまみちゃんはだって明日大切な日ですよ、はい、ほらお姉さんから あれを渡して、ね、大切な書類が届いて、そうですね、果たしてどんな風になるのか、はい、ね、あのこちらの方も皆さんご期待ください、はい、ということで、さあ